こんにちは、笠原です。今日はこちらのアベノマスクとウィンターマスクを比較してみます。はい、それではアベノマスクもつけて腕立てをしていきたいと思います。では腕立て10回いきます。ちょっと圧迫感がつけてる。そしてちょっと息するのが多少嬉しいですね。はい、それでは今度はフィンターマスクをつけて腕立てをしてみます。そうですね、さアベノマスクこちらに比べると、こちら運動している最中こもって息がこもって暑かったのですが、こちらの場合空気性がいいので息は全然こもらなくて、まあ、暑さもないです。では今度はこちらにフィンターマスクつけた状態ですね。アベノマスクをさらにつけて腕立て10回やっていきたいと思います。さすがにマスク2枚重ねは圧迫感がありますね。息してもちょっとその上にまたマスクをしている状態なので抜けにくいです。で次は反対でやっていきます。また10回いきます。いや、さっきに比べて圧迫感が強いですね。ちょっと待って、もともとこっちがやっぱり顎と、こちらフィンターマスクがちゃんと顎とフィットするので、かえってアベノマスクが押さえつけられている状態なので、この状態の方が辛いです。はい、続いてですね、こちらのフィンターマスク実は、このようにポケットがついていて、こちらの保冷剤を入れてですね、熱中症対策をした上で腕立て10回やっていきたいと思います。はい、それでは10回やっていきます。そうですね、ちょっとこれ保冷剤の重さでですね、ちょっと若干ですけど、ちょっとこう垂れ下がってしまうので、運動するには不向きだとは思います。移動時の方がいいですね、この保冷剤を入れて熱中症対策するのは。まあ、今回こちらのアベノマスクとこちらのフィンターマスク比較して
実験をしてきたわけなんですけれども、結論、運動しながらであれば、運動しながら、運動中つけるマスクはこちらの方が、通気性や汗を吸ってくれたり、まあ、汗を吸った後すぐに乾いてくれるという点でこちらが一番だと思います。なおかつ、まあ、運動中にこちらの保冷剤入れて試してみたんですけれども、正直運動中にこの保冷剤入れて運動するのは途中でこの保冷剤自体の重さでこうちょっと垂れ下がってしまうので、こちらの保冷剤を入れてフィンタマスクを用いるのは移動中の方がいいと思います。